ございます。先ほど起きました苦労の園の亮太です。本日は僕自身ちょっと甘いね、これに関してはトラウマがありすぎてあんまりちょっとね心が複雑になっておりますが、います。日本アマガエル、まあトラウマの内容は後ほど説明します。覚えていたら、うちの苦労農園の います緑色なんですぐ分かります。すぐ分かります。この日本アマガエル、正式名称日本アマガエル、僕初めて知りました。カエルの不思議観察。カエルは飛びます。舌を出します。カエルの生態、ヒロアカのあの女の子もうカエルそのものです。飛ぶよカエル、舌出すよ。ドーン。カエルの餌、蚊、口の中入んの？うちの農地、蜘蛛、大量にいます。えぐい量の蜘蛛がいます。歩くだけで、ぽかって出てきます。ミミズ、スコップで2回掘ったら、100% 出てくる。50% ぐらいの割合。バッタ最近ちっこいのがいっぱい出てきよる。ちっこいのが、大きいのまだできてないけど、ちっこいのが多分生まれたてなんかな、これ全部このゲロロの餌です。多分もうちょいしたらカエルをうちで飼育するかもしれないです。あんま乗る気じゃないけどね、カエルは。ドーン。はい、うちに来たことある子は見たことあるよね。こいつ後ろか、こんな後ろか見て、こんな緑色のね、ちょっとあれかな、カエルが餌を食べてる様子。多分これバッタマシかな、これ。カエルが、多分これは、ハエかな。あ、このカエルがバッタや、これ。ちっちゃいバッタ。うん。下でピヨーンって出して、ピシッ。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 はい。カエル。でかいんだよ。でかいんだよ。で、すげえな。足、前と後ろで、本数違いらしい。前足は、4本。後ろ足は、5本。人間とちょっと違うよね。人間は前足、5本。後ろ足も5本。いました
カエルの指に吸盤があって、頑張ったら壁を登るらしい。見て、なんか長いねんって、長いねんって。これ足、足、足。どういう状況か分からないけど、どういう状況か分からない。落ちようんか遊んどんか分からないけど。見て、カエルの懸垂。どういう状況で写真撮ったか分からないけど。はい、カエルがジャンプしてる様子。うちの、あの農地にカエルを見つけたら、あのゆっくり近づいて見てたら分かります。カエル飛びます、飛びます。こんな感じ、後ろ足でピコッ、抜群の運動神経よね。で、カエルの大きさが多分こんぐらい、3センチぐらいなんやけど、ジャンプしたら10倍、3センチの10倍やから30センチ。1回のジャンプで30センチぐらいやったら、ピョッ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 、すごいなって、カエル。ほんまにカエル、ほんまにすごいなって。あ、なんか落ちた、落ちた、落ちた。寝起きです。今起きました。はい、ドーン。この、田んぼに生えてる、これ多分あの米かな、あの水路に黒い、見えるかな、丸のちょっと透明かかってるの、ゼリーみたいな、スライムみたいながいっぱいあるとこ見つけたら、これはカエルの卵です。実際はこんなの見えるかな、ちょっと画質悪いからあれやけど、うん、ゼリーみたいなものに包まれて黒い点がカエルの卵で、このゼリーみたいなのはカエルの卵を守る役目があったり、いろんな役目があります。はい、来たー。さっきの黒い卵が、時間が経過したら、時間がどうくらい、うん、書いてないか分からへん、うん、そしたらおたまじゃくしになる形になってきます。ちょっと待って、はい、あっ、ちょっと尻尾出てきたんかな。で、後ろ足出てきます。もうなんかこんな形みたいな、なんかオオサンショウウオ重いですね、うん、僕ウーパールーパー大好き。で、後ろ足が出てきて、次に前足が出てきます。もう前足出てきたもん、こう完全にウーパールーパーや、うん。で、体の色が少しずつ変わってきます。で、最終的に尻尾がなくなって緑のカエルになります。尻尾がどこに行ったのか聞かないでください。僕も分かりません。で、皆さん見たことありますか、ありますか。これはカエルが泣いてる様子の
写真です。これを膨らませてへこましたりすることによってカエルはゲコ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 モモ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 ゲコ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 モモモモずっとずっとずっとトラウマになるぐらい泣き続けます。で、どういう時にどういう時に泣くのかなって思ったのがメスを呼ぶ時、これね、メスを呼ぶ時と雨が降る時。喧嘩をするとき、喧嘩はダメよ、仲良くね。すごくない？人って雨が降るのかどうかあまりわからないよ。でも動物、これは動物なのかわかる、昆虫なのかわからないんだけど、生き物は雨が降るのを本能的にわかるんよ。だからカエルの鳴き声聞こえてきたら雨が降ると思って、ああもうなんかもう見るもんじゃ、見るもんじゃ。次、トノサマガエル。カエルにもいろんな種類がいる。大きいのがいたり、ちっちゃいのがいたり、手のひらに乗るサイズもいれば、もっと大きい、もっと大きいカエルもいる。で、トノサマガエル、ヒキガエル。で、ウシガエル。こいつが僕のに、憎きトラウマなカエルです。なぜウシガエル、僕苦手かというと、僕の、お母ちゃん、母上様が車に乗って買い物に行って帰ってくるだけで、ちょっと待ってね、こういう袋、今はこれ携帯入ってるんだけど、に入れて持って帰ってくるんですよ。持って帰ってくる。で、すっごい笑顔で、りょうた、カエル取ってきたでって。取ってこんでええよ。取ってこんでええよ。あんたは何歳や。僕のお母ちゃまは買い物行って帰ってくるときにウシガエルを取ってきます。で、それをお風呂で飼います。お風呂入ろうとお風呂場に行ったら、水槽の、お風呂の中にこのこいつの大きさで言ったら、こんぐらいの大きさがウシガエルがめっちゃ見てくる僕を、めっちゃ見てきて、何しに来たみたいな感じでめっちゃ見てくるよ。家の中にこんな大きな牛がいるんよ。トラウマなるよ。あと僕は大学ぐらいまでは稲美町住んでました。稲美町は昔、大学なんで15年前なのかな、今僕37の10、もうほぼ20年前かな、20年前、6月、恐怖の6月、恐怖の、まあ今もちょっとちょいちょい声は聞こえてきたらすんねんけど、加古川の方行ったらね、6月になったら
もう四六時中、もう朝から晩まで、昼間、夜中、朝方、関係なく、大合唱、大合唱のカエルの声が聞こえてくる。うん、寝れなくなるよ。本当に寝れなくなる。うん、でもね、僕が今こうやってカエルの動画作るのは、僕の農地でしている自然体験に来てくれということも、子供に今いる日本アマガエルの数がどん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 減ってきてます。僕はちっちゃい時に比べて今はどんぐらい減ったのか正確には分かりませんが、すっごい減り続けてます。で、僕は今兵庫県住んでます。兵庫県はまだ大丈夫ですが、ちょっとこのデータ古いので正確に分かりませんが、2010年、今2020年、まあ、約10年前は東京都って分かるかな、日本の首都、うん、まあ日本で一番人が多いところっていうのかな、うん、東京都ではこの日本アマガエルが絶滅危惧種に指定されてます。まあ今は解除されたのか、さらに進行して絶滅したのかどうかは分かりませんが、まあこういうデータ基本古いからね、あんまりよく分からない、うん、ただ東京都では絶滅危惧種で、兵庫県はまだセーフ。これがあと1年、2年、3年、4年、5年、どれになるか分かりません。下手したらあと2年後には兵庫県もこの日本アマガエルが絶滅危惧種になるかもしれません。それにはうちの自然体験来てくれてる子供たちがこの日本アマガエルを実際に目で見て、どういう動きをして、で耳でどういう鳴き声をしたりで、このカエルが食べる蚊、クモ、ミミズ、バッタがそのカエルの近くにどれぐらいいるかをカエルと一緒に探したりとかね。カエルって地面にいるやん。だからみんなもしゃがんでカエルを探して、でカエルを探して、その時にカエルと一緒にカエルの餌となる蚊、クモ、ミミズ、バッタを一緒に探したりとかね。バッタ捕まえてきてカエルにペッてあげたら、もしかしたら食うかもしれん、もしかしたら食べるかもしれん、うん、僕はちょっと遠く離れてるけどやや帰るぐらいかな。ではご視聴ありがとうございました。クロノエのりょうたです。あ、指が痛いから判断されへん。ララスー。